両替商を神殿から追放するイエス・キリスト教における富についての考え方は非常に重要なもので、かつてはローマ教会の蓄財が宗教的な観点から問題視され、宗教改革の一因ともなった。また、あるものはキリスト教との富への考え方の転換が資本主義につながったとも言う。現在でも様々な視点から富とそれを貯める行為の是非が問われている。 あるものは富そのものが罪であるといい、またあるものは不自体は罪ではないが信仰の足かせであるという。また、あるものは富は神の祝福であり信仰の結果であるという。ここでは過去から現在までのキリスト教における富に対する考え方を述べていく。富と信仰に関する考えは様々な方向からの考えが挙げられている。例えば環境学。 社会倫理学者のジョンビーコブは西洋を支配し、そして西洋を超えて東洋の大部分をも支配するようになっている経済主義は伝統的なキリスト教の教理とは正反対であると論じた。人は神と魔ンの両方に使えることはできない。ママ、コブはこのイエスの教え、またい6時24分を引き合いに出した上で、 西洋社会が富に使えるように組織されているのは明らかであり、従って西洋では富は神に優越しているのだと断じた。マホーニーはマルコによる福音書十0二十三分マイナス二十七のイエスの言葉について裕福な人々や何、不自由なく暮らしている人々でさえもしきりに不安や良心の褐色を感じるというくらいにまで、幾世紀にもわたって格も深く、 キリスト教社会に刻みつけられているのだと述べる。極論の一つは、富や物質主義は避けるべき悪、さらには戦うべき悪であるとする。その対極にあるものは、繁栄と幸福は神の祝福であるとする見解である。信徒の中には、富と貧困について、キリスト教の教えを正しく理解するためには、広い視野で考えることが必要で、蓄財は人生の中心ではなく、 むしろ、善良な生活を育む資源だと論ずる者もいる。デイビッド・ミラーは、プロテスタントの間によくある富に対しての3つの立場を説明した。この説明によると、プロテスタントは富について、信仰に対する在価、信仰の妨げ、信仰の結果、と様々な考え方を持つ。アメリカの歴史、政治学者のアランエス・カハンによると、キリスト教には、富裕なものを、 ことのほか、罪深いとみなす筋道がある。下半の論ずるところでは、キリスト教のこの筋道において、審判の人は、社会の秩序がひっくり返り、そして、貧しい者がついには真に祝福されたものとなるであろう、自とみなされている。トマス・アクイナスは次のように述べた。貪欲は、他の大罪と同じく、大罪である。属性の束の間の者の,のために、 クオンのことどもをなんずるものなれば、デイビッド・ミラーの示唆するところによると、この見地は三世紀のマニ教徒の考え方に類似している。マニ教徒は、精神的世界を善とし物質的世界を悪とし、二つは互いに相入れない、対立のうちにあるとしたのであった。このように、キリスト教のこの筋道は、イエスに従うために、物質的かつ世俗的な快楽を捨てるよう信徒に、 訓戒する。例としてミラーは、イエスが使徒たちに命じた、旅に何も持っていってはいけないという言葉を挙げている。カトリック労働者運動は、自発的な製品を説いた。新しい修道院生活運動は、個人的な富を拒否することを選び、禁欲的な生活に従うことがある。これは、富と贅沢、そしてけばけばしい権力を持つ、教会勢力に対する抗議の一環でもある。 マルティン・ルターはマンモンを地上で最も見かける偶像とみなした。イエスが金持ちにあった時の話は、富が信仰を妨げている例である。富自体が信仰を妨げているのではなく、むしろイエスに従うために富を諦めることができない。その情念が妨げているのである。これは、パウロの手持てへの手紙一における考察にも、同様のものを見ることができる。パウロは、金銭を愛することは、 すべての悪の根である。と続ける。金銭を愛することが信仰を妨げるのであって、金銭そのものが妨げるのではないのである。それからイエスは弟子たちに言われた、よく聞きなさい。飛んでいる者が天国にはいるのは難しいものである。また、あなた方に言うが、飛んでいる者が神の国にはいるよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞いて、 非常に驚いていった、では、誰が救われることができるのだろう。イエスは彼らを見つめて言われた、人にはそれはできないが、神には何でもできないことはない。マタイによる、福音書19時23分 -26 イエスの、物質的な富を蓄えることに対する戒しめは、善良な、あなた方は、自分のために、虫が食い、サビがつき、また、 盗人らが押し入って、盗み出すような地上に、宝を蓄えてはならない。むしろ自分のため、虫も食わず、錆もつかず、また、盗人らが押し入って盗み出すこともない点に、宝を蓄えなさい。あなたの宝のあるところには、心もあるからである。マタイによる、福音書6時19分十一イエスは、追従者に罪を犯させるその生き方から抜け出すよう、説いた。もし、 あなたの片手が罪を犯させるなら、それを切り捨てなさい。両手が揃ったままで地獄の消えない日の中に落ち込むよりは、片輪になって命に入る方がよい。信仰の足かせとなる富への欲求や、所有欲といったものを捨て去るため、製品の誓いを立てる信徒もいる。キリスト教には、禁欲、博愛、記者といった自発的な貧困の伝統が長きにわたって存在する。 何百万人もの人々が偉大なる放棄と呼ばれる神の御名において生徒富を放棄することを始めた点においてキリスト教は独創的である。ローマカトリックにおいては富の放棄は製品、定説、従順の誓いのうちの一つある。一部の特定の教派では極端な製品の誓いを立てる。例えばフランシスコ会では前もって すべての個人的な財産を捨て去り、その後も共同体で財産の所有を行う。プロテスタントの中には、富の追求は、需要されるのみならず、証明であるとすら考えている者も,もいる。この考え方は一般に、カルバン主義者トピューリタンの勤勉な労働と、質素な生活は、宗教的な行為であるという考えからもたらされている。 ジョン・ウェス・レイは富を生み出すことを広く認めたが、信仰の妨げになる富は避けるよう勧めた。彼は徴収に、できる限り稼ぎ、できる限り契約し、できる限り与えなさい。と説いた。富を信仰の結果とみなす者の,の中には、現代の説教者と繁栄の進学を唱える者も,も含まれる。彼らは神を信じ、その方に従う者に繁栄と法上が約束されていると説く。 繁栄の進学の支持者は、金銭的な祝福は信徒に対する神のおぼしめしで、あると聖書は教えていると主張する。大多数の繁栄の進学の教師は、信仰、肯定的な発言、及び、キリスト教施設への寄付は常にその行為を行う者に、物質的な富をもたらす、と主張する。ほとんどの場合、繁栄の進学は、継続説と共に教え説かれる。 繁栄の進学は1950年代に起こったヒーリング運動の際にアメリカで日の目を見始めた。一部の評論家はニューソート運動の影響と繁栄の進学の起源をつなげて考えている。後にワード・オブ・フェイス運動と1980年代のテレビ伝導という形で顕著になっていった。1990年代から2000年代にかけてカリスマ運動の影響力のある 多数の指導者に受け入れられるようになり、宣教師たちが世界中に広めていった。主流である福音主義者の指導者から非正書的教義、または明らかな異端として厳しく批判されている。初期のキリスト教の時代とは三つの大きな文化、ギリシャ・ローマのもの、ヘブライ人のもの、そしてキリスト教のもの、これらが遭遇し衝突した時代である。 まず先立って、ギリシャ・ローマの哲学、ユダヤ教が存在し、これに、キリスト教が加わった。これらの文化は、近世や富に関してそれぞれ根本的に異なる価値観を持っていた。ヘブライでは富への欲求を否定しなかったのに対し、ギリシャ・ローマとキリスト教はこれに対するよう説いた。しかしギリシャ・ローマとキリスト教ではその理由となる考え方は大きく異なっていた。 プラトンは私有の富に対して嫌悪感を持っていた。プラトンの考えでは魂が肉体の上にあり金銭はその両方の下にある。この見方はキリスト教における道徳的価値観と合致する部分があるとされる。しかし後世のギリシャの哲学者たちはプラトンの私有財産を拒絶する考え極端な立場を採用しなかったとされる。アリストテレスは ギリシャの思想家として代表的な人物で、最終的に後の思想家に大きく影響を与えた。アリストテレスは、プラトンの考え方を否定し、彼の著作、政治学において、本当に必要な要求のための取材と、在それ自身のための取材を別物とみなした。古代ギリシャでは、政治参加が美徳であり、労働は、時間を浪費する行為とみなされていた、ともされている。 ローマの哲学者たちは、このギリシャの考え方を採用した。例としてキケロとセネカが上がる。キケロは職人などを低俗なものとして非難した。またキケロは、農業は最も素晴らしく実りある生活で、そして自由人の中で最も価値がある、と評価したとされる。ギリシャ・ローマでは、寛大さ、すなわち与えることも称賛されてきた。キケロは、 富の最大の利点は寛大でいられることである。と述べているが、寛大さによって貧困になることはあってはならないとも言う。ユダヤ教の考え方は、ギリシャ・ローマとは全くの別物であり、ヘブライ語聖書に表現されている。ヘブライ語聖書では、奴隷と雇やわれ人はギリシャ・ローマであったような軽蔑はされていなかった。むしろ、このような労働は立法によって保護されていた。例えば、 当日に賃金を支払うこと、虐げてはいけないことなどが定められていた。また貧しい者は、借金をする際も守られていた。これらの立法の目的は、貧者を保護するのみならず、少数が過剰な蓄財をしないようにするためでもあった。貧者は、神に守られていたのである。しかし、貧困は称賛されたり、もしくは肯定的に取られたりすることはなかった。弱者は、 作詞から保護されるべきという考えをもとに、貧者は守られていた。物質的な富は高く評価された。ヘブライ人はそれを求め、彼らが今しめに従う限り、神は祝福を約束した。アブラハムやイサク、ヤコブ、そしてソロモンのような人々が財産を築き上げたのは、神がなさしめたからであり、富とは恩寵の現れだった。しかし、ヘブライ語聖書には、 金持ちは貧者を救済しなさいともある。アモスのような預言者は貧しいものを抑圧する富裕なものを酷評し根気をぶち壊そうとした。ヘブライ語聖書において富は良いものだが裕福なものはその立場を利用して持たざる者を傷つけてはならないとしてある。裕福なものは貧しい人々の苦しみを軽減する義務を持っていた。15世紀のフレスコ画による首都イタリア。 鳥のキリスト教は、ギリシャ・ローマの哲学やユダヤ教から、その考え方を吸収、採用していった。初期のキリスト教は、ヘブライ語聖書で見られる倫理的なテーマの多くを、採用したように見える。しかし、イエスと人たちの新約聖書に見られる教えは、恵まれない者の,の欲求に対して、富と経済的利益の追求への懸念という、批判的側面を追加している。 イエスは貧者であり、彼を模倣しすべてを捨て去ること、そして富と貧困が自身を変える障害となる考え方を示した。キリスト教の施しは、ギリシャ・ローマで称賛されてきた寛大さとは異なる種類のものである。新約聖書は所有物を売り払い、貧しい者に金を与えよとある。キリスト教の施しが目指すものは、貧富のない平等であり、ギリシャ・ローマには存在しなかったものである。 キリスト教は貧困と労働者と向き合う点においてはギリシャ・ローマよりもユダヤ教に近い。しかし富に対する考え方はユダヤ教とは大きく異なっている。富んでいるものが天国にはいるのは難しいというようなキリスト教の教えはユダヤ教には存在しない。キリスト教の歴史についての富は時代とともに変遷しており宗教改革の原因にもなっている。 多くの恐怖は私有する財産を非難し、財産を共同で所有することが、キリスト教の教えにとって理想的であるとした。しかし、彼らは、早い段階で日常生活において実用的でないことを認識し、私有財産を黙認したともされている。大多数の恐怖たちは富を得ることのみを目的とした、行為を非難し、施すことは使命であると主張したが、 これをイエスの教え、すなわち世俗的なものを捨て去り、イエスに従えとみなす者はいなかった。アウグスティヌスは物質的な富や成功の欲求から離れるべきだと説いた。また、蓄財は信徒にとって価値ある目標ではないとも説いた。アレクサンドリアのクレメンスは財産というものは共同体の利益として使われるべきで必ずしも打ち捨てなければならないものではないと説いた。 時代が古代から中世に差し掛かる頃には、キリスト教の普遍主義的倫理は完全に西欧文化に定着していた。物質的とも取れた追求はキリスト教的であると非難された。マデレン・グレーは中世の社会福祉体制について、教会を通じて組織され、製品の精神的価値に基づいた体制であると説明している。過半によると、中世の キリスト教の神学者の中には職人などの生産に関わる各職業につく者を非難する者がいた。例えば、彼の引用するところによると、このルース・アウグスト・ドゥネンシスは、それらが救われる見込みはないとされるが、農民が救われることはあり得ると書いた。さらに下半は、ヨハンネス・グラティアヌスが、神の神殿から追い出されるのやからという表現をしたことを引き合いに出している。 しかしながら、中世には、キリスト教の蓄財に対する考え方に変化が見られた。トマス・アクイナスは、欲とは単なる富への欲望ではなく、富への切度なき欲望である、と定義した。アクイナスは、自分の生活を維持するのに必要な程度までは、外部の富を持つことは許容されると書いた。この見方は、身分による富の違いについての根拠を示すものであったとの見方も、ある。 個人が自分の身分に不相応なほどに多くの富を求めたり、人生において高い身分を求めることは、称賛されないとした。また、アクイナス自身は公正価格論の一つを挙げ、富に対する観点の見直しを図った。皮肉なことに、教皇庁並びに、教会の組織は、いかなる権力者個人よりも、権力を有する強大な機構にまで発展した。教会は、とても裕福で、 富の基本が土地であった。この時代において、一時は西ヨーロッパの土地の20%から30%を所有していた。また、世俗君主に対する影響力も強かったが、時が経つにつれ、この富と権力が汚職や乱用を招くことになった。また教皇庁は、富裕な市民と手を組み、新たに富を得ようと多くの方法を講じたが、この際に大きな問題も発生した。 一例として、免罪不問題が挙げられる。15世紀近くには、教会の体制の腐敗はもはや覆うべくもなかった。また後の出来事となるが、教皇レオ十世に破門されたマルティンルターが、教会に反旗を翻し、プロテスタントの潮流のもとにもなった。その後、宗教改革と対抗宗教改革が進み、キリスト教全体における再編の始まりの源流の一員ともなった。 早ければ6世紀か7世紀には、有事の際における財産に関する問題は、合意を通じて、修道士の共同体で対処されてきた。11世紀までには、ベネディクト会は、君主や貴族のお趣味ない寄進によって、裕福になっていた。また、クリニー会の修道委員長は、キリスト教社会において高い地位を確立した。改革運動はこの富と権力に反応して起こった。 当時の彼らは、自らの手で働くのではなく、濃度を所有する領主のようだった。それを改め単純かつより禁欲的な修道生活に戻ることを求めた。13世紀初頭、ドミニコ会やフランシスコ会のような宅発修道会が生まれた。彼らは、極端な製品の誓いを立て、修道院に閉じこもることよりも、教会と奉仕において活発に行動することを選んだ。 アッシジのフランチェスコは、製品がキリストの模倣において重要な要素であると考えた。なぜなら、イエスは、会馬おけの中で生まれ、貧者として世界に行き、十字架の上で死んだ時は裸であった。製品に関するフランチェスコ界の海賊は、教会の富と権力に対するそれとは対照的なものだった。汚職の蔓延は、改革を求める行為につながった。そこでは、 教会と国家権力の相互依存関係が問われた。改革者たちは、教会の過剰なほどの富と聖職者の欲に目がくらんだ振る舞いを激しく批判した。中流階級が交流し、教会へ富が吸い上げられていることに対し怒りを表した。北ヨーロッパでは、彼らは、腐敗や強奪、悪徳に対する地元の改革派を支持した。彼らは、この不正の根源を、 ローマ教会に見た。当時の金融業者たちは様々な形態で実質的な利息を取っていた。これに対しレビ二25時35分マイナス38、新名期23時19分マイナス20、でエジプト期22時25分をもとに利息を取る、行為を批判する者がいた。カルバンは競技場、有志において利息を取ることは問題ないとしたが、 生活のための借金において利息を取ることは非難した。一般にこれらは困窮した借り手の足元を見るようなやり方だった。ピューリタンにとって仕事というものを生活に必要なく益というだけでなくもっと重要な意味を見出していた。ピューリタンは天から与えられた職を引き受けると考えていた。ピューリタンの社会倫理は富の獲得と 適切な管理に焦点を当てていた。彼らは富とは神の恵みと個々の救いの結果が現れたものと考えた。ピューリタンは消費者よりは生産者であることが望まれた。そして勤勉な労働者がより多く働けるように利益を投資することも望まれた。これらを通じ社会に貢献していくのである。ピューリタンは快適で経済的に自給するように言われていた。 しかし贅沢の追求や財価そのものを目的とした貯蓄は避けるよう求められてきた。二つの評論記事が1904年から1905にかけて出版された。ドイツの社会学者マックス・ベイバーによるものである。彼はプロテスタント、例えばカルバン派のような人々が近代資本主義の土台を形作ったと説明した。これは後に英語に訳され、 1930年プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神という本になって出版された。北ヨーロッパの資本主義はプロテスタントのエイトスが世俗的な世界で働く多くの人々に影響を与え、その結果発展したと彼は述べた。マックス・ウェーバーは経済社会学においても見解を示しており、経済学者としての成果も挙げている。社会学の源流ともされ、 その中でも彼は各宗教から社会を紐解く宗教社会学について研究したがその計画は未完に終わった。学者たちは西洋文明とその経済、社会発展の本質が独特であるというベーバーの定期について論じ合った。学者たちは北欧、西欧及びアメリカではカトリックと正教会の影響が強い地域より経済成長について 急激な発展をしている事実をこれを用いて説明しようとした。しかし学者たちの中にはプロテスタントの交流と経済の発展は無関係であると主張する者も,もいる。ロドニー・スタークはキリスト教の合理性は資本主義の成功と西洋の対等の背後にある主な要因であると述べた。また近代になっても私有財産に関して否定的な考えを持つ者もおり、例として 実業家のアンドリュー・カーネギーが挙げられる。カーネギーは1868年33歳の時、カーネギーは、蓄財は偶像崇拝の悪い種の一つだ。金銭崇拝ほど品位を低下させる偶像はないと記した。しかし彼は、金銭自体が悪であることを述べているわけではなく、私有財産を所有し金銭を崇拝することを悪ということである。これは、 キリスト教に見られた道徳的価値観とも合致する部分が存在しており、前述した金銭を愛することが諸悪の根源である。金銭を愛することが人を堕落させることであって、金銭自体が悪ということではないといった部分と類似している。彼は事前家として社会に富を分け与えたが、不豪のまま死ぬのは不名誉であると述べた。こちらにおいても、 前期キリスト教に見られた富を共有するといった考え方に類似しているともされる。富に関する考えは多くの観点から上がっているが、現在でも議論が交わされている問題の一つである。ありがとうございます。